日本の F3 戦闘機開発2について、新しい動きがあったようですね。本部をロンドンに設立することで、3カ国間で調整を進めているということです。今回は、ロンドン本部に設立によって加速していく次期戦闘機開発について見ていきたいと思います。産油国サウジアラビアが参加を熱心にアピールしていますが、スウェーデンが参加するという情報もあるようです。2022年12月初旬、日本はイギリスとイタリアとの3カ国で次世代戦闘機の開発を進めると発表しました。以前からイギリスとイタリア、スウェーデンの3カ国でテンペスト計画という次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は日本がそちらへ参加するように促されていたこともあったようです。しかし、当時の次世代戦闘機開発の本命は従来通りアメリカと同国企業との共同開発が当然と考えられていたので、テンペスト計画へ日本が合流することはあくまでも可能性の一つという見方が大半を占めていました。実際のところ、次世代戦闘機開発は日本が主導権を発揮していくと唱えられてはいましたが、完全に国産化できない現実を考慮してアメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていました。日本の次世代戦闘機は F2 戦闘機の後継機と位置づけられていましたが、この機体は空自が運用している日本とアメリカの共同開発によって生産された機体なのです。F2 戦闘機は退役開始が2035年に予定されているので、それまでに後継機の配備が絶対的必要条件になっていました。アメリカ側は日本が希望する次世代戦闘機配備期間を考えた上で、ロッキード・マーチン社が手掛けた F2 にラプターと F3 ゴライトニング2という2機の折衷案を提示したと言われています。とはいうものの、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけなので、日本は難色を示しました。日本としては、可能なら、アメリカが開発中の第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能が欲しかったのです。コンピュータが良い例ですが、やはり、マシンは、新しいものが望ましいですよね。空自で運用中の F2 戦闘機は約90機で、代替機となる次世代戦闘機の収益目標時期は、前述の通り2035年だったのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがあったのです。アメリカの NGAD は、すでにテスト飛行は終わっていると、当時の空軍次官補がコメントしましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと見られているのです。日本の予定より5年以上も遅いですね。ですから、アメリカとしては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、90機程度の少ない生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に、わざわざ NGAD を関与させてもメリットは少ないと判断したと推測されます。そもそも、アメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は、第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まると判断されるので、NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているようです。要するに、この事業には馬味が薄いと分析したということでしょう。いずれにしても、日本とアメリカの2国は、日本が求める次世代戦闘機の使用、要件、性能について、共同開発しても、互いにメリットが見出せないと明らかになったため、日本は、別の選択肢を余儀なくされたのでした。そして浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきたテンペスト計画への合流です。イギリスも、空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画を立てていました。次世代戦闘機の収益時期が同じ2035年という一致が、日本とイギリスが急速に接近するポイントになったことが容易に想像できますよね。つまり、スケジュールを中心とした共通点から、相互にメリットが生じた結果というわけでしょう。また、日本とイギリスとは、立地でも共通点が少なからずあるのです。地図を見れば、
一目瞭然、両国とも四方を海に囲まれている島国なので、次世代戦闘機は仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点でも一致していたようです。ただし、現状の航空戦力を考えると、日本とイギリスでは少し事情が異なります。日本は、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング 2A 型を、現時点で105機程度所有し、主力として運用する方向です。それに対して、イギリスは、F-35 ライトニング2の A 型は購入しないで、現行の主力戦闘機は第4世代機のユーロファイタータイフーンですから、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと推測されます。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体です。イギリスは160機、イタリアは96機調達していて、空軍の主力戦闘機になっているのです。ちなみに、イギリスは、F-35 ライトニング2については、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを48機調達している最中ですが、日本のように A 型は調達していません。イタリアの場合、空軍が A 型60機、B 型15機、海軍は B 型15機を調達する計画ですが、予算が許せ、バビー型を空軍40機、海軍62機まで調達数を増やす可能性もあるようですから、もしそうなれば、日本以上の保有数になるかもしれませんね。このように見てみると、経済的規模を考えると、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F-35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。失礼ながら、無理していませんか？と質問したくなるのは筆者だけでしょうか？逆に、イギリスは、F-35 ライトニング 2A 型を調達する予定はありません。今後の航空戦力強化を考えると、日本とイタリアとの GCAP における有人機開発に重点を置いていることは間違いないと見られます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアにスウェーデンも参加していましたが、スウェーデンは、この計画で生産される戦闘機を購入することまでは決めておらず、開発を通して得られる技術習得が最大目標としていたと見られています。しかし、スウェーデンは、2022年2月のロシアのウクライナへの侵攻の余波で、NATO への加盟を申請する状況にまで追い込まれました。トルコの反対で遅れていますが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現すると思われます。この動きと並行して、スウェーデンが、正式に GCAP にも参画する可能性が示唆されているようですが、今のところ目立った動きは伝えられてはいないようです。2023年8月、新しい動きが聞こえてきました。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望しているという報道です。これには日本が難色を示していると思われているようです。日本とは異なり、イギリスとイタリアは莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリアで GCAP の主管企業であるレオナルド社は、このような見方を否定しているそうです。というわけで、現時点での GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。オイルダラーをバックに、巨大な資産を持つ金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいんですよね。サウジアラビアは中東の大国でイスラム圏にも大きい影響力を持っていますし、その主力で兵器開発というのはちょっと気味が悪いと感じてしまいませんか？
護衛艦加賀の第一段階改修工事が終了し、すぐさま任務で派遣開始されています。護衛艦伊豆、もも、南シナ海へすでに派遣され、2024年度の護衛艦の動きが、異変との情報をキャッチしました。今回は、護衛艦伊豆、もとかが両艦揃って、派遣を詳しく見ていきます。伊豆、モノドローンでの空撮は本物だと断定され、これから対応が急がれますし、ロナルド・レーガン空母も撮影されていました。現在の艦番号は消されていて、あの数字の状態が、その当時のもの、よく考えたら綺麗だったよね。最後まで見てくださいね。現在の海上自衛隊の艦艇の中で、全長、排水量、ともに最大規模を誇るのが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH の2隻であり、1番艦である出雲と2番艦である加賀とも航空母艦化改修の渦中にある。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH の1番艦、出雲は、2020年度から2021年度にかけて、2番艦、加賀は、2021年度末から2023年度末にかけて、第1回目の航空母艦化改修が完了した状態である。これらの1番艦、出雲、2番艦、加賀は、いずれも、今後2回目の航空母艦化改修を施されれ、それが完了した暁には、晴れて、短距離離陸、垂直着陸が、可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする、物理的な環境を備える予定だ。しかし、1番艦、出雲、2番艦、加賀とも、この2024年は、一旦、現場への復帰を行っており、この2024年5月3日より、およそ7ヶ月ほど続く IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣に加わり、各国との合同軍事演習を行う艦艇に参加している。今回の、IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣に、海上自衛隊は、第1、第2、第3、第4の水上部隊、第1、第2の航空部隊、及び潜水艦部隊、派遣特別警備小隊とこれまででも、最大の規模となる部隊を参加させている。ここからも、南シナ海や東シナ海における海洋進出を強化し続ける中国に対し、日本は、唯一の軍事同盟国のアメリカをはじめ、インド太平洋方面の各国の軍と連携を行い、地域での安全保障体制の強化を推進しようとしていることが伺える。そうした最中、出雲といえば、今回の IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣に向け出航する前に、中国の一般人とおぼしき人物が、飛行甲板上を無人航空機を飛行させ、その際に撮影されたとされる動画がインターネットに拡散され、どうやらフェイク画像ではないということが確認された。この時の出雲は、母港である神奈川県の横須賀基地に停泊中であったが、県の中国人とおぼしき人物の証言によれば、世間の耳目を集める目的で、いわば、愉快犯として、今回の動画を撮影すべく、それを行ったと述べている。当然、日本の法律上でも、自衛隊基地の周辺の空域で、無人航空機を許可なく飛行させる行為は違法行為とされているが、県の首謀者とされる一般の中国人とおぼしき人物の言が正しければ、自衛隊側の対応に不備があった点は否めないだろう。自衛隊における無人航空機への対応は、通常であれば、レーダーやセンサ類で、当該の無人航空機を管制する電波の監視、検知を行い、当該の無人機の飛行が許可を得たものでないと判断された場合には、それを排除するとされている。こうした無許可での飛行が禁止された区域に侵入した無人航空機に対しては、自衛隊としての対処は、妨害電波を発するジャミング等による飛行の妨害、そして、当該の無人航空機を確保することとされているが、今回は、いずれの行動も行えなかったと言える。現在のロシア・ウクライナ戦争でも、ロシア側の攻勢の前に劣勢が伝えられるウクライナ軍ではあるが、双方、共に偵察をはじめ、攻撃用に、多数の無人航空機を投入して戦果を上げており、実際の戦地でも、無人航空機の排除は困難であることが見て取れる。余談ではあるが、ロシア・ウクライナ戦争においても、
双方ともに飛翔する無人航空機を妨害電波などジャミングで撃退することは完全にはできておらず、最前線の兵士たちの間では個人がショットガンを使用した射撃で物理的に撃退する方法が増加していると言われている。そのため、実際の戦争において、前線の兵士が、ショットガンを主要兵器としたことは、実に、第一次世界大戦時の塹壕戦による近接攻撃に用いられて以来ではないかと、すら言われており、無人航空機への対応の困難さが浮き彫りになっている感がある。こうした背景から、ロシア・ウクライナ戦争においては、双方の軍ともに、前線へのショットガンの配備を強化しているとも言われ、この戦訓は、各国の軍隊にも波及し、無人航空機対策の個人装備として、需要の増加が指摘されている。さて、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦に話を戻せば、一番艦であるいずもは、2024年度の末から第2回目航空母艦化改修が予定されており、ここで、最も大掛かりな全部の飛行甲板の拡幅工事が行われることとなる。これに加えて、いずもでは、F35 ライトニング B 型を艦内に収容するための区画の変更も実施されることとなり、そこには、先行して、F35 ライトニング 2B 型の運用を行っているアメリカ海軍等からのノウハウがフィードバックされると言われている。アメリカ海軍では、F35 ライトニング 2B 型を搭載する艦艇としては、現時点で、強襲揚陸艦のワスプ級を7隻、最新鋭のアメリカ級を2隻保有、運用中であり、両級、ともに、艦内に、同機を最大時には20機収容することが可能とめされている。ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦が、このように、F35 ライトニング 2B 型を、最大値の20機を収容しての運用は、敵側に、強力な対空戦力が存在しない場合に、軽空母として使用することを想定している、新たな取り組みでもある。これに対して、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、第2回目の航空母艦化改修が終了した後も、艦内への同機の最大収容数は10機プラスアルファ程度と予想されており、軽空母というにもお世辞にも多い数ではないのが実情だろう。したがって出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修をめぐっては、反対を唱える側からは、日本国憲法に反する攻撃的な兵器であり容認できないという主張を見聞きするが、そこまでの攻撃力を秘めたものとは言い難い。日本政府や海上自衛隊が説明している今後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の運用は、航空母艦化改修工事が完了した後も、現在の対戦哨戒用の回転翼機と F35 ライトニング 2B 型を、その時の必要性に応じて選択するものである。昨今、最も、日本の防衛において懸念されているのが、台湾有事やそれに伴う南西諸島方面をいかにして、中国軍の侵攻から守るのかという点だと思うが、いずも、型ヘリコプター搭載護衛艦は、なんとか、航空戦力を、その方面に展開可能とする苦肉の策に見える。現状日本の南西諸島方面には、通常の戦闘機が運用可能な陸上滑走路は沖縄本島にしかなく、ここを中国側からの何らかの攻撃で使用不能にされた場合、日本は航空戦力を展開する能力を喪失してしまう。それをカバーする意味で、なんと、海津も型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻を航空母艦化改修工事を行い、F35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることで、完全に中国側に制空権や航空優勢を取られることへの対抗策だろう。そんな出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻だが、いずれも2027年度中には第2回目の航空母艦化改修工事は完了するとめされているが、それだけでは F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用することはできない。 F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためには、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻はそれぞれがアメリカ本土の東海岸にあるアメリカ軍施設において、同機の運用適合試験を受けて、その認証を得る必要がある。世界には、
F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇が、アメリカ海軍以外では、イギリス海軍のクイーン・エリザベス、イタリア海軍のカブールが存在しているが、すでに、この両艦とも、前述の運用適合試験を受け、認証を得ている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦も、すでに、飛行甲板の拡幅工事を終えている2番艦の加賀から先になると思われるが、2024年中に、この運用適合試験を受けることが予想されており、同艦の IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣との兼ね合いが注視される。海上自衛隊最新鋭潜水艦隊ゲイ型の配備が続々と進む中、7番艦の起工式が三菱重工で行われたとの情報をキャッチしました。今回は、対ゲイ型潜水艦3番艦ジンゲイが横須賀配備で、世界最強化を詳しく見ていきますね。潜水艦を売り込みに舵を切った防衛省、ネックなのは、現地建造でしょうか。台湾の潜水艦が、タイゲイの小型版に見えるのは私だけでしょうか。タイゲイ型はまだまだ進化していきますね。海底 900M から18式魚雷マジでやばい。最後まで見てくださいね。2023年度末にあたる2024年3月8日、海上自衛隊の要の戦力の一つである。潜水艦隊に最新型のタイゲイ型の3番艦のジンゲイが加わり、神奈川県は横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に実戦配備された。2022年から海上自衛隊では潜水艦隊の22隻体制を確立させており、基本的には毎年1隻ずつが収益を果たす代わりに旧型の潜水艦を1隻退役させるかもしくは、練習用潜水艦への監視の変更を行うことで実戦配備数を保持している。海上自衛隊内での潜水艦隊の実戦配備数の状態は、今回のジンゲイを含めて、神奈川県の横須賀基地が10隻、広島県の5基地が12隻という配分となっており、大きく日本列島を東西でカバーする形となっている。ちなみに、今回のタイゲイ型の3番艦である、ジンゲイの建造を行ったのは三菱重工業者の神戸造船所であり、同所は太平洋戦争後の日本において、このジンゲイの完成をもって、ちょうど30隻という節目の建造を行った状態となった。三菱重工業者と並んで、海上自衛隊の潜水艦建造を担っているのは、川崎重工業者の神戸工場であり、くしくも、日本の現在の潜水艦は、いずれも神戸から生み出される体制であり、両社が学年で新造艦を収益させている。この度、無事実戦配備を果たしたジンゲイは、タイゲイ型の3番艦であることは前述した通りだが、この点だけを捉えて、例年通りの配備が行われたと考えれば、内訳は、最も古い親潮型が7隻、前級の総流型が12隻、最新鋭のタイゲイ型が3隻と思われるかもしれない。しかし、実際には、今回のジンゲイの実戦配備では、内訳は、親潮型8隻、総流型12隻、タイゲイ型2隻で22隻体制となっており、昨年2023年と変わらない布陣のバランスとなっている状況である。最新型のタイゲイ型のジンゲイが戦列に加わったにもかかわらず、なぜ、昨年までの分布と同様な構成なのかといえば、今回は、最も旧式な親潮型が外れるのではなく、2022年に収益したタイゲイ型の1番艦にして、ネームシップのタイゲイが外れたためである。では、
なぜ、最新鋭である大鯨型の一番艦、大鯨が実戦配備を外れたのかといえば、同艦は、今後の新型潜水艦を建造する上で、各種の試験を担う試験潜水艦へと、艦種の変更が行われたためというのが、その理由である。従来の海上自衛隊の潜水艦においては、次期潜水艦の開発を進める上で必要となる試験潜水艦という役割は、特定の艦艇を指定するのではなく、実戦配備中の艦艇が、持ち回りで、その任務も行う手法で行われてきた。したがって、今回から、初の専任としての試験潜水艦へと、艦種変更が行われた、大鯨が022年に就役し、実戦配備22隻体制を確立したとはいえ、それらの中で稼働する艦艇は、試験潜水艦としての任務を持ち回りで兼務する状態であった。これが、今回、専任艦として、大鯨を、実戦制配備の22隻体制の枠組みの中から外した存在とできたことで、実質的に、見かけの上では、同じ22隻体制の潜水艦隊とはいえ、内容としては体制を強化したと言ってよいだろう。大鯨型は、海上自衛隊の中で、最新鋭の潜水艦であるとはいえ、その、外観や機能や機関部の構成といった主要素は、前級である、双竜型を発展、拡大したいわば、その延長線上にある艦艇と考えて差し支えないと思われる。しかし、今後の次期潜水艦では、その外観や機能について、抜本的に刷新された純粋な新型艦となることが予期されており、その実現を図る目的で、最新型である大鯨が、あえて、初の専任の試験潜水艦に抜擢されたと見るべきなのだろう。さて、今回、実戦配備の運びとなった神鯨だが、最新鋭の大鯨型の一隻として、公表されたスペックは、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルという規模となっている。この艦隊に、神鯨派通常動力型の攻撃型潜水艦として、従来通りのディーゼルエレクトリック方式を採用しており、川崎重工業社製の 12V2525SB ディーゼル機関を2機と、モーター、そしてリチウムイオン製の蓄電池を搭載している。この機関構成自体も、前級である、そう、竜型の最終の2隻である、11番艦以後の形式を踏襲しており、それらで実現された、世界初の実用化された、リチウムイオン蓄電池搭載の量産型潜水艦という仕様である。ちなみに、大鯨型のベースとなった、双竜型の場合、最終の2隻は、基準排水量が2950トン、水中排水量が4200トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.3 メートルと公表されており、わずかに小型であることが伺える。さらに、初期型の、そう、竜型の10隻が後期型2隻と異なる数値である点は、基準排水量が50トン少ない2900トンであるという部分のみであり、この点を考慮しても、そう、竜型と大鯨型に、規模的な部分での乖離は小さい。水中排水量が4000トンを超過する艦隊というのは、通常動力型の潜水艦としては、世界的に見ても、最大の規模であるといえ、この分野に限れば、海上自衛隊の潜水艦隊は、非常に優れた艦艇であることに、異論の余地はないだろう。今回の神鯨をはじめ、海上自衛隊の潜水艦は、攻撃型の通常動力型潜水艦としては、標準的な兵装が施されており、その主兵装には、艦首部に設置された 533mm の魚雷発射管6門が搭載される形式となっている。神鯨は、この 533mm 魚雷発射管6門から、最新型の潜水艦搭載用の長魚雷である18式長魚雷を運用することが想定されており、同魚雷は、一つ、前の89式長魚雷を更新する兵装として、2021年度の末から配備が行われている模様だ。18式長魚雷は、従来の89式長魚雷に比して、デコイ等の敵の目標艦艇からの妨害手段に対処する能力の向上が図られているといい、かつ、比較的に水深が浅い沿岸部や、東シナ海といった海域での運用を視野に入れて開発されたと目されている。
この点からも、海上自衛隊の潜水艦隊が、今や、日本の最大の仮想敵国となった中国を念頭に置き、有事の際の主戦場となる海域が、東シナ海や中国沿岸部を想定していることが伺え、目標には、水上艦と潜水艦の両方が含まれている。また、533mm 魚雷発射艦からは、アメリカのマクドネル・ダグラス射程の対艦ミサイルである、潜水艦発射型の UGM-84 ハープンミサイルも運用が可能であり、同ミサイルのブロック2と呼ばれる L 型は、限定的ながら一部で対地攻撃用途にも対応しているとされている。この UGM-84 リッターハープンミサイルブロック2の最大射程はおよそ 250km 弱と言われており、昨今の日本では、敵元攻撃能力を、政治的には反撃能力と表現して、その保有の正当性が打ち出された状況となっている。しかし、すでに、UGM-84 リッターハープンミサイルブロック2においては、限定的で長射程とは言えないまでも、その能力を有しているわけで、南西諸島の防衛に向けては、複数開発や調達中のスタンドオフミサイルをカバーする兵装と言えるかもしれない。人間を含む対艇型は、機関の最大出力は、およそ6000馬力、水中の最大速力は20ノットと目されており、この数値も、従来の親潮型や双流型に比して向上したとは言い難いが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界でも有数ではあるだろう。日本の海上自衛隊の潜水艦の最大の特徴は、通常動力型の潜水艦として、原子力潜水艦では、到達が困難な静粛性にあると言われているが、実際に、有事の際に、こうした兵装を使用すれば、その位置が特定されることの回避は難しいとは思われる。